嘱託警察犬は民間で飼育・訓練される中から審査に合格した犬が認定されるものです。今日は30頭が参加し、5つの布から特定の匂いの布を探し当てたり、仮想の犯人の逃走経路をたどって遺留品を見つけたりしました。目で見えないところとか、そういうところをやっぱり鼻で嗅ぎ分けていくので、いける力を持っているので、捜索の際には役に立つ存在だというふうに思います。すごく頼りになる相棒です。県内では県警が飼育する直轄犬3頭と嘱託警察犬31頭が出動要請に備えています。各地で発生する事案にいち早く出動することができる、現場から近い指導手がすぐに現場に駆けつけることができるというのが最も 大切なことです。今年1月から先月末までに嘱託警察犬が20件出動し、行方不明者の捜索などに当たりました。